どうも皆さん、おはこんばんちんは。私、キレーサーチャンネルのキットでございます。さあ、お待ちかねの WRC4、久しぶりに続きをプレイしていきたいと思います。前回 WRC に上がりましたね、トップの方に。で、モンテカルロをやっているというところですね。デイ1までやったのかな。で、今回デイ2ということで、インフォメーション見ていきたいと思います。できるかな、走り切れるか俺あ、逆走なんか分かんないな。アイスターマックってやつね。で、なんかボロボロなんで修理していきましょういいのかな、あれ、いや、これして、治りましたね。ぶつけないように行きたいと思いますね。セッティングがちょっと分かんないんですけど、まあこの前行きましょうねえ、もうね、全然分かんないんですよ、セッティングが。未だにどうしたものかというところなんですけどね。まあいいんじゃないですかね。まあいいと思います。はい自分で納得してますんで。問題これを本当走りに切れるかどうか。5か2 1 Let's go。 Right 2 very narrow into left 2 open。 なんか、いや、ヘッドセット変えたからあれだね、聞きにくくなってる気がする。気分は気持ちいいかな。おほー、すげえ操作しやすい。過ごしやすくなったら、ハンコンの操作がね、操作っていうか、やってて苦になりませんね、暑さっていうのは。お、いいんじゃないもの。40, heading left, and heading right, barrier inside, then left 5. Ah! やばい。Kyoto. 40, right 3. 40, left 4. All outside, and right 3, cut. 60, left 3. Don't cut, pavement. Right 5, into left 4, narrow.あまり滑らせない方がいいんですよね、これね。どうしても滑らせない。どうしてもね。何位までしたろう。なんだ Under bridge, wall outside.あれ、いや、ほんとここ道幅あるって助かりますよ、このコースは。WRC5 が出るらしいですね。その前にダートラリーをちょっとやりたいんですけど俺がやって果たしてこれ需要があるのかという感じなんですけど、ごめんごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。おあのね、ロックしちゃったタイヤが。100, open. タイヤがやばそうだぞ。Right three, very narrow barrier outside. あ、すげえ滑る。あれ、なんでこんな滑るか。感覚を忘れてるな。ちょっと。無理に攻めないで。無理に攻めずに行きましょう。安排で行く、安排で。
何も焦ることはない。なんか、なんだろう、そんなに滑るのって感じがするね、今日は。一応、まあ、わあ、でもコンマ3秒しかないぞ。プラス13だから13秒回るってことだ。でね、ローブから。ローブに13秒。どんだけこいつすげえんだって感じするけど。まあまあまあ、ゲームなんでね。難易度がこうありますんで、難易度をね、私の方変えてやっております。ちょっと低くしてるのかな。うん。やっぱ、勝てないよね。勝てないと、すごいね、この。ボコボコ感がなんと。もう勝てないと面白くないもんね。いきましょう。2、1、レッツゴー。さっきの逆だね、これ。Long, narrow, over bridge. 40, right 3. Keep right into right 5 and left 4, crest. Left 4. Left 4, into right 4, long, tunnel. 40, left 3, keep middle, tunnel. 60, right 4, all outside, and right 5, into left 6. そうか、そうだよ、速くなってるから当然。ああ、バカですな、私は、本当に。スピード上がってるから、止まんなくて当たり前ですよね。それに、今さら、気づくというやつですよ。しかも、ブレーキとか、すごいバランスが、めっちゃ効くんだ。サイドブレーキ使わないと曲がらなかったところが。曲がれるようになってる。気をつけないとロックしちゃうんだね、タイヤがね。 ABS はどうだったかな、切ってるんだからな。でもこれだと、視聴してくださった方のコメントでね、ドリフトよりもドリフトさせた方が早いですよっていう、その走り方ができるんじゃないかな、これ。こんな感じで。あー、かもしれない。ちょっとやってみましょうか。こういうことかな？どうでしょう。ああ、でもさ、出口で本当、パワーオーバーになっちゃうんだよね。もったいないね、タイヤがね。こうやってもタイヤが足りないよ。あ、ごめん。これやばい、これ、痛い。いや、でも本当さ、向かい方がすげえ怒るよね。下手くそだ。下手くそだ、お前は。はい、下手くそです。私は下手くそです。あ、なんだ今の。致命的な。死んだんじゃない今。このドライバー。あ、いける。ドライバー死んじゃったかと思った。首。首持ってかれたみたいなね。こんな感じじゃないですかね。そうで、まあ、いや、もう終わるから、これはまた来週、次回お話しましょう。あ、なくなってる。いや、ひどいひどい、これはひどい。あ、でも20秒、うん、まあまあいいんじゃないですかね。はい、ということで、サービスエリアに到着、あ、すみません、サービスパークに到着しましたので、今日はこの辺で一旦切りたいと思います。また、よろしかったら次回もご覧ください。それでは皆さん、またお会いしましょう。吉野に。